ベルアです。新井リリノです。北花江です。北村優派です。木本優奈です。千葉のゆきです。水津夏樹です。杉本萌えです。鈴木リリカです。橋津桃です。南川遥香です。はい、以上11名で配信させていただきます。始まりました、3期生張りまった始まりました、3期生春祭り。3期生春祭りとは、皆さんにもっと私たち3期生のことを知ってもらおうと、3期生全員で春休み期間にショールーム配信をしようという企画になっております。はい、毎回その配信の担当を決め、担当が考えた企画を行います。ハッシュタグは3期生春祭りをつけてたくさんコメントしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして各配信1位の方には、各回担当メンバーがデザインした世界に一つだけのオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。3期生公式ツイッターでスタッフから DM させていただくので、DM の受け取りを許可、そして必ずツイッターの連携をお願いします。お願いします。お、うん、はいすいません、ちょっとスタッフさんに言われました。え、じゃあ読み上げます。そしてなんとこの企画の裏に3期生ツイッターを絡めたご褒美企画もあります。現在のって現在の3期生ツイッターのフォロワー数が3299人ですが、11人配信終了時点のフォロワー数が5000人達成で打ち上げ配信。うわ、嘘だろ、嘘だろ、打ち上げ配信。そして7000人達成で、ありがとうございます、仮なのですが、メンバープロデュース劇場イベント、プロデュース。そして1万人達成でシークレット、シークレットとなっております。気になりますね。すごい、すごい、初めて聞きました。ありがとうございます。頑張りましょう。はい、まずは木本優奈。はい、うわ、優奈
五のあんかけチャーハンです。どういうこと？親子かと思った。まあゆうなはその最年長で、うん、ゆりかは最年少なんですよね、うんうん、でその最年長と最年少がなんかなんだろう合わさったらすごいなんだろうパワーが生まれるのではないかなと思ったので、うん、あんかけチャーハン美味しいですね。頑張りましょう。1位です。行きましょう。はい、続いていきます。はい、芝野ゆき。はい、おゆきちゃん、ゆきちゃん、はい、杉本萌え。はい、もっちゃん、ちゃん、そして南川遥香。カエルチューン、よー、春チューン、カエル、カエルって言うの。はい、この3人のチーム名は同じ誕生日コンビと白米のライスバーガーです。え、どういうこと、どういうこと、ライスバーガー、ライスバーガー、ライスバーガー。同い年と春香は12月4日同じ誕生日 で、それとあの白いご飯が大好きな杉本萌え、うん、それが合わさってちょっとライスバーガーと。なるほど、なるほど、なるほど、すごくよくわかった。はい、ぜひ頑張っていただきたい。頑張ります。頑張ります。はい、そして続いて新井リリノ。はい、リリノ。そして北花江。はい、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 そして水津夏希。はい、おお、はい、この3人のチームは幼稚園児お姉さんあわあわの混ぜご飯です。私的に印象に似合ってたので幼稚園児で、でリリノちゃんはなんか発言がお姉さん、はい、お姉さんメンバーとして頑張っていただきたいです。そして花江は常にあわあわしているということで、それが混ぜご飯、はい、混ぜご飯、混ぜて、はい、化学反応を起こそうね。頑張る、頑張る、はい、頑張る、頑張る、頑張ります、頑張ります。すごい、めっちゃコメント欄盛り上がってます。そして最後はね、もう見てわかると思うんですけど、北村ゆうは、はい、はい、そして長谷すもも、はい、はい、この2人のコンビ名は両思いの二色ゼリーです。二色ゼリー、二色ゼリー、どんなの？可愛いよ、可愛いよ、こっちだって可愛いよ。あら、可愛い、ライスバーガーだ。はい、このペアは以前パーティーが始まるよ公演の MC で3期生の中で本命チョコを渡すのなら誰という企画で見事に両思いでしたので、ね、はい、ちょっとこの企画でもラブラブしながらゲームに参加していただきたいなと思います。ラブラブで頑張ります。頑張ります。頑張れ、頑張れ、はい、初めての共同作業。初めて。ありがとうございます。はい、それでは以上4チームでゲームしていただこうと思います。頑張ろう。はい、ちょっとこちらからさらに企画説明をするんですけども、こちらチーム戦となっておりまして、1問正解すると1ポイント、で1チーム2回までこのイントロゲームで回答権があります。はい、それで、ね、最後にポイント数が多かったのチームの勝ちとなっております。はい、皆さん頑張ってください。頑張ります。頑張ります。ちなみに磯部は参加しませんので。あ、そう、頑張ってください。頑張ります。あ、ピンポンが出てきた。ありがとうございます。ピンポンボタン、ご褒美はすいません、ちょっとご用意させていただいてないです。まあでも頑張ってください。みんな、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 ごめんなさい。すごい。はい、それではやっていこうかなと思います。
はい、はい、それでは いいですかね、列車と頑張って行くぞ、よし行くぞ、リュウかな。あ、はい、それではちょっとあのまずあの音量チェック、ちょっとあのあ音量チェック、あと皆さんもね、こういう感じなんですよっていうのを、はい、ちょっと確認していただきたいなと思って、はい、じゃあお願いします。で、わーそう、わー出てこのピンク、皆さん聞こえてますか？聞こえてますか？音量大丈夫ですか？小さくないですかね、大丈夫かな？聞こえたかな、聞こえたかな、あ、聞こえてます。あ、怪我だけはしないでね、そうです。あー、ありがとうございます。ちょっとガチで来たからズボンなんだよね。あ、いい感じでございます。走ろうと思って、ちょっと走ろうと思って、じゃあ演技できたらよかった。はい、じゃあそれではやっていこうかなと思います。皆さんちょっと走る準備、走る準備というか、はい、じゃあそれでは第1問。はい、じゃあそれでは
かとかどういうことなんですか。流れない。あ、僕のユキ。いいよいいよ。いいよいいよ。ユキ。
17問目。
私もなんかステージ上でスケボーを滑ってる姿を初めて見たのですごいですよね。かっこよかったよね。ね、かっこよかった。ちょっとコメント読みますね。はい、ありがとうございます。リリカ様にハンデを。あ、今ちょっといいよっていうか分かります。リリカここら辺に出てる。スモモちゃんの人ここら辺。あ、リリカ結構前。うん、リリカとスモはちょっと前に。あ、花江ちゃんちょっと。あ、花江も前に。そうだね。あ、そこですか。かきわけ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 そうですね。え、でも次の曲は、おーって感じですね。オッケー、かきわけ。かきわけます。じゃあ25問目。反省そうだ。これはおおおお。はい、すごい。イントロ弱いな。この曲はですね、ツアーでマナさんとかがやるメイクをねしてらっしゃいましたよね。すごい、めっちゃなんだろう、素早くギャルメイクして。そう、ギャルメイクすごかった。そしてギャルメイクといえば北花園。反応良かった。反応良かった。じゃあもう一回。もう一回。これからそっちたちにやるんですよ。宣伝。宣伝。出してですよ。出してな。はい。あ、次結構いいかもしれない。お、じゃあ26問目。幼稚園児とお姉さんとあわあわの混ぜご飯は11点。お、じゃあ同じ誕生日コンビと白
のライスバーガーは6。じゃあ年の差後のあんかけチャーハンは4。あ、もう結構、え、でもあれ幼稚園児とお姉さんと青の混ぜご飯が結構、はい、混ぜご飯でいいですね。え、じゃあちょっとなんかポイントをなんかやっちゃいたいですね。どうしよう、じゃあ一問、今の次の一問が何ポイントとかにする？ 5？ でかい、でかいよ。じゃあ次のだから頑張ります、頑張ります、頑張ります。じゃあ次のあのイントロで、あの正解したチームが5ポイントで出します。じゃあ32問目、頑張って。結構みんな熱量すごくて一人がすごかったから、いやでも花江も後ろで踊っててくれたのだから、うん、え、嬉しい、嬉しいね、うん、楽しかった。なんかこれを機にさ、うん、あのイントロあんま覚えてなかった曲覚えた気がする、うんうんうん、確かに確かに、うん、楽しかったです、楽しかったです、まあ、ありがとうございます。よし、じゃあちょっとコメントを読まさせていただきます、はい。そうだね、改めて見るとあの珍しい組み合わせだよ、ね、確かに母と、ああね、すごいみんな、
で、リリノちゃん思ってる速かっただって。そう、みんな速かった。遅いっす。イントロ得意です。すごい。で、全力3期生だ。確かに、結構全力な、うん、膝ちょっとすりみたもんね。え、わかるわかるわかる。明日は混ぜご飯と練習部、みんな混ぜご飯食べてください。食べてください。はい、食べましょう。はい、じゃあそれでは元の体型に。はい、はい、素晴らしいということでですね。はい、本日のショールーム配信は明日 NGT48 の公式 YouTube にアップ予定ですので、ぜひそちらをチェックよろしくお願いします。お願いします。全力なんだろうね。確かに、ね、あの今あのご覧になられてる方、ぜひもう一回見たいよと思うと思うので、ぜひ YouTube で後日見ていただけると嬉しいです。お願いします。はい、それでは次回の企画担当者をくじで決めたいと思います。くじ、はい、今回は私くじ磯部ロアだったんですけど、紹介は、うん、あ、そうか、ロアっていうのもくじで決まった。そうなの。そう、ルアもくじだったの。ちょっとシャッフルさせていただいて。誰かな、楽しみだけど。怖いね。怖い。あ、すごい、すごいすごいすごい。お、すごい、おメンバープロデュース
劇場イベントやりたい、やりたい、プロデュースですよ。何着てもいいってことでしょ。そうだね、三十歳の十一人の公演が見えます。はい、ちょっとちょっと待ってください。今スマホが、うん、あのプロデュースだったら萌ちゃん一人喋りでそれもいいかもしれない。面白そうなんです、一人喋り。はい、ぜひね、頑張って達成しましょう。はい、はいはい、じゃあ7000人はこんな内容で、最後1万人達成するとお楽しみだそうです。やりすぎる、頑張ります。現在3000人でしたっけ、約3319人フォロワーです。あ、さっきと増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ1万人目指して頑張りましょう。はい、はい、そしてですね、この1万人達成は私が今担当者で配信させていただいてるんですけど、11人終わった時点で1万人なので、そうだね、春休み期間のうちに1万人頑張りましょう。頑張ろう、はい、なのでぜひちょっとでも気になった方ぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。たくさんもお願いします。はい、すみません、ちょっと急いで通ります。後日サンキツイッターにて告知されるのでチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてぜひハッシュタグサンキ生春祭りで、うんうん、ぜひ皆さん、はい、たくさんをよろしくお願いします。で、感想とかね言っていただけると嬉しいよね、うんうん、あ、確かに、うんうん、はい、なのでよろしくお願いします。じゃあどうだ、なんかみんな感想ありますか、今回の。めっちゃ楽しかった、ね、みんな熱かったね、本当に、うん、こんなにバチバチすると思う。え、本当に確かになんかもっとふわっとした感じでさ、うん、なんとか、はい、なんとかみたいな感じだなって思った。アイドル、アイドルだもんね、うん、そう、アイドル、最初はそうだったんだ。それ、うん、最初からもうダッシュだったよ。それはハルちゃんだけだもんね。え、違う違う、リリノとかもダッシュだったもん。みんなね、夢中になるぐらい楽しかった、うん、そうです。やるときはね、全力の3期生なので、はい、そこを見せれたんじゃないかなって思います、うんうんうん、確かに、すごい、わ、すごい、見ます、うん、見ます。なんでしょうね、楽しすぎただそうです。ありがとうございます。嬉しい、楽しすぎます。楽しすぎたと申し訳ない。
んですけど。はい、じゃあそれでは初回だったんですけど、本当に本当に本日の配信はこちらで終了となります。早いもので、それでは次回の配信もぜひチェックをよろしくお願いします。お願いします。それでは以上3期研究生でした。